やって一番後ろからビルドアップ、ゴールキーパーも加わります。いや、素晴らしいですね。はい、大きく飛ばしました。左の福森へ。福森に行くのは佐々木。ただ神戸もね、前線からの守備がしっかり効いてますよね。はい、ここで奪いました。武藤です。中に入れて大迫が右足決まった。後ろから山口蛍クロスを入れて武藤の前へこぼれた。最後はクソンゲン。いや、決定的でしたね今ね。はい、ここはチャンスになります。斉藤のクロスに入ったのは武藤のヘディング。本当にピンポイントで。斜めにボールが出てシュートが決まった。山口蛍3対1でヴィッセル神戸が勝利を収めました。